死了。大家好，我是ユナ。皆さんこんにちは。私はユナです。今回は皆さんに日本のお笑いについて紹介したいと思います。私自身お笑いが大好きで、テレビでお笑い番組をチェックしたり、毎日のようにネットでお笑い芸人さんのネタを見たりしています。もちろん国によって面白いと思う笑いのポイントだったり、お笑いのスタイルが違うと思います。そんな中で日本のお笑いはどんな種類があってどんなスタイルなのかが気になる方もいるかと思ったので、今回は以前から取り上げたかった日本のお笑いについて紹介していきたいと思います。まず日本で芸人といえばお笑い芸人のことを指します。テレビに出ていたりするお笑い芸人ではないタレントのことを芸能人と言います。皆さんの国にもいろいろお笑いの種類はあるかと思うんですが、日本にもたくさんあります。ここで全部紹介することはできないんですが、今回は日本全体で流行っているメジャーなものをいくつか厳選して紹介していきます。まず一つ目は漫才。2人の芸人さんが喋りで笑わすスタイルのことです。3人や4人、それ以上の場合もありますが、一般的には2人組が主流です。2人ならコンビ芸人、3人ならトリオ芸人、それ以上ならグループ芸人と言います。漫才する人を漫才師と言い、それぞれボケ役とツッコミ役に分かれています。ボケ役の人は面白いことを言ったりとぼけたことを言ったりして、ツッコミ役の人がそれに対してボケ役の人の頭を叩いたり胸のあたりを手の甲で叩いたりして指摘します。衣装はペアルックのように2人で合わせることが多いです。あと1人で活動する芸人さんもいます。これをピン芸人と言います。そのピン芸人がするお笑いをピン芸と言います。この漫才というのはすごく歴史のあるお笑いなので、おそらく最も親しまれているお笑いの形だと思います。なのでこれは若い人から年配の人まで幅広い世代に人気のあるジャンルです。漫才で有名な場所は大阪です。なぜかというと、大阪には吉本という会社があるんですが、この吉本に漫才をする芸人さんがたくさん所属しています。なので劇場もいくつもあり、毎日どこかで芸人さんが漫才をしています。それもあって漫才師は結構関西の人が多いです。漫才自体は早口だったりするので、日本語を勉強している方には少し難しいかもしれませんが、関西弁を学びたいという人は漫才を見るというのも一つの手かと思います。私が漫才コンビで好きなのは中川家という関西の芸人さんです。兄弟の漫才師で、兄がボケ役、弟がツッコミ役です。なあじゃあね、まあ皆さんも電車乗り機会多いと思いますけど、はいはい、気付けないかんのがね、うん、あの朝日のラッシュで駅員さんがマイク持って言ってるやんか。何を、あ、学校乗車おやめなさい言ってるやんかよ何をやろうとしてるできんのか、そうやちゃんと、うん、なあ、あ、学校乗車おやめなさいってちゃんとやってみ、うん、はいはいはい全然あかんやん。次に紹介するのはコント。これも漫才に続いて人気のあるお笑いのスタイルの一つです。これはお笑いを目的にした寸劇の一つで、 2,3 人で行うことが多いです。漫才と違って話術だけでなく動きや外見も笑いに結びつけられるのが特徴です。コントの中にも種類があって、変装や化粧などをして音響や照明、セットや小道具などを使い、比較的長時間演じられるものが一般的なコントと言います。それに対して数秒から数十秒ほどの短い時間で笑わせるものをショートコントと言います。日本でコントが人気の芸人さんでいうと、アンジャッシュや東京03、バイキングなどが有名です。続いては落語。江戸時代から日本で受け継がれている伝統的な話芸の一つです。
落語をする人を落語家または話し家と言います。落語っていうのは、滑稽な話や人情に訴えかける話を座って一人で演じる芸のことを言います。衣装や道具や音楽などを使用することはほとんどなくて、扇子や手ぬぐいなどを使って身振りや話芸のみで行うものなので、かなり高度な技がいるお笑いのスタイルです。続いてはリアクション芸。リアクション芸、テレビのバラエティ番組などで司会者からいじられたり、体を張った企画でリアクションをとって笑いを誘う芸のことです。これらが芸風の芸人さんのことをリアクション芸人と言います。日本で最もリアクションが面白い芸人さんは出川哲朗さんとダチョウ倶楽部というグループです。彼らの代名詞ともいえるリアクション芸では熱湯風呂というものがあります。限りではこれだけの種類がありましたが、お笑いの形は日々変化していて、さらに細分化されて、まだまだいろいろな種類があります。では次に日本のお笑いの特徴についてお話しします。日本のお笑いの特徴としては、体型や容姿などをいじる自虐ネタが多くて、ネガティブを笑いに変換させて起きる笑いが受けやすいです。これは女芸人さんでも同様で、とある女芸人さんによると、ブスじゃなきゃ売れない、売れるために太るという考えの芸人さんが多いそうです。ですがこれはここ最近終わりつつあり、そのように容姿をいじったりする行為が問題視され始めていて、今は誰も傷つけない笑いが支持されるようになってきています。例えば普通の漫才であれば、ボケ役の人がおかしなことを言ったのに対し、ツッコミ役の人が訂正したり叱責したり暴力を振るったり、時にはドン引きをするという否定的なリアクションをとって笑いを生んでいくんですが、それをしない芸人さんが評価され始めてきています。あともう一つ日本のお笑いの特徴として、政治や宗教、人種や下ネタなどのテーマを避ける傾向にあります。海外で一般的なお笑いのスタンドアップコメディではこれらを扱うネタが多い印象ですが、日本ではほぼできません。一部そういったテーマで漫才をする芸人さんもいますが、ほぼネットで炎上してしまいます。日本のお笑いはそもそも祝福芸なので、政治などの小難しい話で笑いを取るというようなことはあまりしません。漫才やコントが世代を問わず人気なことから、お笑い芸人さんたちが腕を競うショーやコンテストもとても人気です。これらをショーレースと言い、お気に入りの新人や今後売れるかもしれないお笑い芸人さんをいち早く探そうという楽しみ方が浸透しています。その中でも最も有名で、日本人ならほぼ全員知っているコンテストといえば M1 グランプリというものです。これは漫才の日本一を決めるコンテストです。漫才の頭文字の M と日本一の1を取って M1 グランプリと言います。毎年年末に全国ネットのゴールデンタイムに放送されていて、今では年末の一大イベントとして定着しています。この大会で優勝すると必ず売れると約束されるようなものなので、この大会に人生をかける芸人さんがとにかく多いです。そして最近では芸人さんの不祥事問題が話題になっています。不倫や淫行、パワハラなどで謹慎になる人がいます。
これはお笑い芸人に限らずタレントでもそうですが、その不祥事の内容によっては復帰が難しくなります。大事なのは不祥事前のイメージとのギャップです。例えば清楚なイメージを売りにしてきたのに不倫をしていたとなると、そのギャップは大きく、視聴者からの嫌悪感も大きくなり、復帰が遠のきます。ここで注目されるのがコンビ芸人の場合、相方の対応です。相方の不祥事をうまくフォローすれば評価に変えることができるようです。いかがでしたか？今回は日本のお笑いについて紹介しました。もし日本のお笑いが気になった方は、ぜひネットでいろいろ探してみてくださいね。皆さんの国ではどんなお笑いの形がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。